はい、それでは、第3ユニットを始めていきます。ここのですね、続きに入ります。まずですね、ここのですね、信用創造乗数というものにはですね、まあ2種類あるということでですね、マネーサプライの大きさというものが、これらのですね、ハイパードマネーの大きさに対して、信用創造乗数、または貨幣乗数の、割合に対して、どれだけの大きさになるのかということを言っています。そして、118ページからのところなんですね、貨幣市場の均衡というものに関してお話をしていきます。で、この貨幣市場の均衡に関して、ここもですね、多くの基本書で、安易に、やっているところでですね、部分的にしか書いてない本がほとんどでですね、私の方が改めて別にユニットを立ててですね、用意をしました。で、非常に重要な部分なんですね。で、貨幣市場で、何が決定するのかという部分です。まず、貨幣市場というのは、いわゆる財市場と同じように、ページ数では118のところですね、貨幣の需要と、貨幣の供給という2つがあります。で、これはですね、45度分析で言っている財の需要と財の、供給である総需要総供給と同じです。で、まず皆さん方が、これらのことで、分かってきたことというものをつなぎ合わせていきます。まず貨幣需要です。貨幣需要というものにはですね、取引的動機、予備的動機、投機的動機の3種類があります。そして、その中で、所得に依存する、取引的動機と予備的動機に関しては L1 という名前なんですね。これは、Y に依存する関数になります。こういうふうに読んでくださいね、取引的動機と予備的動機に関しては Y に依存する関数である。そして、その次に今日やった L2 です。 L2 というものは、投機的動機に基づく貨幣需要です。これは、債券価格との、連動によって決定されるものであり、利子率に依存する関数なんですね。つまり所得に関する関数と利子率に対する関数ということで、この MD というのは貨幣需要という意味から、貨幣需要関数という意味になるんですね。ここで要するにグラフ化されるんですよ、初めてですね。その次です。貨幣の供給に関して言えと、こちら側に書きますね。貨幣の供給に関しては、これは、信用創造乗数、最後の方をやりますね。ベータプラスアルファ分のベータプラス1倍。このように、マネーサプライの大きさというものは、ハイパードマネーの大きさに対して、このような形で増大をするという意味なんですね。これ、増大をするという意味ではなくて、こちら側にあるような関数表示ではないんですよ。いいですね。これは、ただ単に増加をするメカニズムの式なんですね。これはメカニズムの式であって、関数表示ではありません。単なるメカニズムを言ってるだけです。関数表示をするとですね、こんな形になります。マネーサプライというものは、こんな形なんですね。 P 分の M という形でこのように関数として表されます。で、P 分の M というのは、どういう意味なのかというとですね、要するにお金というものに関しては何かに依存するというものではないですよね。例えば上の式というのはハイパワードマネーに依存して決定をしているっていうものではないんですよ。ハイパワードマネーが増大をすると
どのようなメカニズムでマネーサプライが大きくなるかという意味なんですね。だから例えば、マネーサプライの大きさというのは例えば利子率とかそういうものによって、決定をしていくというものではない、所得とかですね、あくまで物価分の名目貨幣供給量なんです。名目の、あ、すみません、 M というのは名目なんですね。名目の貨幣供給量の大きさに決定します。名目の貨幣、ちょっと小さく書いてすみませんね、貨幣供給の大きさに決定をされるということになります。で、これもね、私が、最後の構成、本を作ってるときに最後の構成のところで、量を全部消したんですよ。で、例えば、120ページのところで、これ、多くの、例えば本試験とかテキストとか試験員の本でも、貨幣供給量っていう量が入ってる場合ありますよね。これ、どっちでもいいです。で、私があえて量をマクロだから量を外しただけであって、お金に、要するにマクロっていうのはミクロとの違いは何かっていうと、マクロではお金に換算してますよね。金額で換算しているんですよ、物の量というのを。だけどお金をお金で換算するっていうのは変な話ですよね。だから、これだからそういう意味でお金の量とお金の大きさは同じ意味であるってことで、量をついてる場合もありますし、ついてない場合もありますし、試験でどっちを書いたとしてみても、点数には影響ありません。マネーサプライというのはこのように関係で、物価で割り算をしているということで、実質貨幣供給の大きさを言っているんですね。実質マネーサプライです、マネーサプライの大きさをこのように言っています。貨幣供給という言葉はマネーサプライというふうに言って OK です。同じ意味になりますね、このように関数表示されることになります。それでは、次にですね、このようなちょっと変則的に黒板を使ったんですが、どういうふうなことをこれから作業を行うのかっていうと、貨幣需要と貨幣供給というものをこのように2つの関数表示で表してですね、だからこれを書いた瞬間に、問題の中では貨幣需要でもいいし、貨幣需要関数でもいいんですね。そういう言葉を使って OK です。これも、貨幣供給ということで、貨幣供給関数というふうに言ってもいいんですね。関数表示、関数というようなグラフの形に今したんです。そして、もう一つです。貨幣市場で決定するのは利子率です。いいですね、利子率が決定するんですよ。均衡の利子率が決定するんです。星マークがついてますから、均衡の利子率が決定する場所のことを貨幣市場と言います。それでは先にやっていき、このプロセスをやっていきましょうか。まず、119ページのこれからプロセスに入って、利子率の決定メカニズムについてお話をしていきます。119ページです。まず、縦軸横軸を用意します。で、これ ISLM 分析の理解を深めるために確認しておきたいんですが、縦が決まるんですね。縦が利子率なんですよ。で、45度分析には横が国民所得なんですね。だから横が決定する。貨幣市場では縦が決定するんですよ。何によって縦が決定するかっていうと、貨幣の需要と貨幣の供給によって利子率が決定するんです。したがって2つを合体させると、ISLM 分析を知っている方に言うと、 ISLM 分析では縦と横が同時に決定するんですね。なぜかというと、横は45度分析、縦は貨幣市場という形になっているんですよ。あくまで縦に利子率というものを持ってくるのがポイントなんですね。それではまずいきます。貨幣需要です。貨幣需要というのは L1、 これ Y の関数なんですね。所得によって決定するので利子率とは関係ありません。例えば L1 がこれだけの大きさですよという感じで、 L1 というのはこのようにですね、L1 の大きさはこれだけですよっていう、こういうまっすぐな線です。何にも依存しないんですよ。
で、L1 を先に書いて、この L1 を原点として L2 を書くんですね。いいですね。L1 を書いて、この L1 を原点に L2 を書けば、これは、L1 プラス L2 になりますよね。そうすると。L1 プラス L2 というのは、こういう形で描くことができます。これが貨幣需要です。貨幣需要としてこのような形になります。120ページに行きます。今度は貨幣の供給です。貨幣の供給というのは物価には依存するかもしれませんが、利子率というものはどこにも書いてありません。したがって貨幣の供給というのはこういうまっすぐなこういう形なんですね。こっから0点からここまでの長さが貨幣の供給の大きさですよという、こういう意味になるわけです。そして2つが合わさっている場所がここですよね。ここで利子率が決定します。貨幣の需要と供給の大きさでこのように利子率というものが決定します。では皆さん方はここの中でですね、利子率が上がるとか下がるというのが、通常試験なんかでは出てきますが、皆さん方は例えば122ページのように利子率が変化をする理由というのが122の2種類なんですね。主に、試験に出てくるのが。で、2つのグラフを見ていけば、例えば貨幣の供給量が増えれば利子率は下がる。いいですね。貨幣の供給量が増えれば利子率が下がる。もしくは貨幣の需要量が大きくなれば利子率が上がるとかですね。こういうようにこの2本のグラフがどのような形で動くかによって、利子率の大きさというものが決定されていきます。で、もう一つですね、詳しく言うのであれば、均衡利子率というものがどのように決定をするのかということに関しても言っておきます。この辺もですね、私のこの本で初めて書いた部分なんですが、ほとんど のテキストには出てません。利子率というものが一発で決まるわけではないんですね。これは、財市場と同じように、例えば貨幣の需要と貨幣の供給というものがあって、で、利子率がありますよね。こんな形です。で、利子率というものがもっとですね、ここで深みを持って、知識、深みがある知識としてですね、皆さん方が手に入れてほしいんですが、利子率ってここで何だろうっていうのが見えてきます。今現在貨幣の需要と貨幣の供給がこんな形のグラフで出ているわけです。120ページのことを簡単に説明をしておきます。120ページのプロセス、5のところですね。超過需要とか超過供給というものが、貨幣市場でもあり得るんですね。貨幣需要、貨幣供給で、そのことに関して、お話をしておきます。例えば利子率が R1 だとします。今現在利子率の水準が R1 だとしましょう。そうしたときに、この利子率の水準であれば、何が起きるのかというと、貨幣の需要と、ここまでが貨幣の需要ですよね。貨幣の供給というものには、このように差があるんです。ですね。貨幣の需要と貨幣の供給には、このように差がある。つまり、この間分だけ貨幣の超過需要というものが発生しているんですね。で、貨幣、ちょっとこれ分かりづらいですよね。やっぱり貨幣の超過需要って何だろうかと思っちゃうんですよ。で、それは簡単です。今あるお金の量がここですよね。だけど、今あるお金の量よりもお金を借りたい、要するに需要したいっていう人の方が多いんですよ。だから需要したい人が多いということは何が起きるかっていうと、もっとお金が欲しい欲しいっていう人が大きければ、
当然にお金の借り賃である利子率は上がりますよね。利子、要するに物の値段が上がるのと同じなんですよ。物の値段というのはその物が欲しいからもっとお金を出そうと思いますよね。もっとお金を借りたいっていう人がいれば当然利子率って上がるんですよ。つまり利子率というものに関して言えば、要するに物に対しての価値がお金であればお金の価値というものが利子率で表されてるんですね。ここのように。だから例えば逆は逆なんです。例えば利子率が R2 という水準であれば、お金の量が今現在ですね、お金の量がここまであるんです。こんなにたくさんお金があるんですよ。こんなにたくさんお金がある、今現在ですね、持っているお金がこんなにたくさんある。だけど借りたいっていう人はこんだけしかいないんですよ。ただお金の超過供給ですよね。明らかにお金のが超過供給が起きている。で借りたいっていう人があまりいなくて、銀行とかが持っているお金が圧倒的にあると。そうするとどうなるかっていうと、当然にもっと利子率を下げないと借りてくれないですよね、この人たちっていうのは。したがって貨幣の超過供給は利子率を下げるんです。こういうことですね。そういうことで結局銀行の利子率、まあ要するにお金の価値ですよね、利子率っていうのは。これを見るとで、均衡の利子率というのがこのように R アスタリスクという形で決定をしていくわけです。これがいわゆる貨幣市場というものなんですね。で、財市場、貨幣市場、労働市場、全部このメカニズム、決定のメカニズムっていうのは同じような形でですね、マクロというものが進行していくことになっています。それで、ですね、ちょっとだけ122ページ、またここ ISLM の時でまた戻りますけれども、122ページの利子率が変化をする理由というのは、試験で出るのはこの2つだけです、主にですね、貨幣供給がの右シフトとか、貨幣需要の右シフトというようにですね、丸1、丸2のシフトの仕方で、利子率が変化をするというパターンです。ここはですね、また ISLM の時に戻ってきますけれども、必ず確認をしておいてください。はい、それではですね、ここまで分析ができた段階でいよいよ ISLM 分析へと入ってきます。多分ですね、ここまで、このテキストでですねマスターしていれば全然多分深みが違います、 ISLM 分析のですね。で、126、127です。126から127、ここも注目されている論点の一つなんですね。ただし、ここは、まだ今日はやりません。ここの部分に関してはですね、財市場、貨幣市場の古典派との比較に関しては、ISLM をやってる途中で、行っていく予定です。それでは、いよいよ ISLM 分析に入ります。テキストでは、ページ数がですね、130ページです。 ISLM 分析の中で、試験では一番よく出てくるところです。で、ISLM 分析のですね、同じ、問題をですね、出した場合に、全然ですね、やっぱり、その財市場、貨幣市場の、知識量に応じて、ISLM 分析での、論述というものが多分異なってきます。で、まず、ISLM 分析での位置づけについて確認をしていきます。で、45度分析というのは必ずあります。必ず、全ての基本になっています。財市場なんですね。で、財市場分析、45度分析という名前のゆえんはどこにあるのかというと、財の供給、総供給ですね。これが45度線で描かれるということから、45度分析と言っています。財市場分析です。別名ですね。で、財市場分析では、
高需要、有効需要の原理に従って、総需要の大きさで、総供給の大きさが決定します。いいですね、これが先に決定します。 C プラス I プラス G、 この大きさに従って、購入した分の大きさで、供給量は決定する。だから国民総生産とか国内総生産というように、日常使っているのは生産なんですよね、言葉は。つまり生産された大きさが国民、要するに日本国の経済の大きさを示すんですが、その生産というのはあくまで、まあ総供給なんですけども、あくまでそれは購入された分なんですよね。購入された部分のことを生産という言葉を使っているんです。ですから、購入されていない部分は生産されたうちに入ってないんですね。で、このように有効需要の大きさで総供給が決定し、この大きさで国民所得、いいですね、国民所得の大きさというものが決定する。均衡国民所得です。これをですね、今2本で書きましたよね。これ2本で書いたグラフを1本にするんです、という作業をしていきます。次に貨幣市場です。まあ、前回からやってきた貨幣市場、貨幣市場の中では貨幣の需要と L1 と L2 ですね、貨幣の需要というのは L1 と L2、 そして貨幣の供給というのはこれは P 分の M というような形、もしくはメカニズムでいうと、貨幣乗数倍の大きさで、決定をするというような形で、このように先ほど見たように、利子率というものが決定しますですね。このような2つの位置づけがあります。そこで ISLM 分析というのはこういうような作業をしていきます。これからやっていく ISLM というのはですね、こういうことなんですね。まず、2本のグラフを1本にするんです。財市場の均衡を表すものとして IS 曲線というものを用意します。2本のグラフを1本にするんですね。ここで2本のグラフ、さっき出てきました、これを1本にします。これを LM 曲線と言います。つまり IS 曲線においてという、そういう主語から来ている問題が出た場合に、 IS 曲線においては財市場の論点なんですね。 LM 曲線ではという主語から来ると、それは貨幣市場の論点なんです。そして、ここで分けますね。 IS の I です。 I は投資です。投資と S というのはこれ貯蓄です。貯蓄が等しくなるときに財市場は均衡します。したがって投資と貯蓄という意味なんですね。 L と M です。L というのは貨幣需要のことを言います。貨幣需要をケインズは L という記号を使っているんですね。だから試験なんかで L という形で出てくると、まあ、貨幣需要だなっていうふうに思ってください。私は MD という形で、書きますけれども、まあ、こういう、まあ、学者もいるしどっちもありますね。この M というのは貨幣供給を表します。いいですね、こんな形です。 LM というのは貨幣の需要と供給です。そして、IS 曲線というのは財市場が均衡、財市場の均衡を表すわけですから、投資イコール貯蓄が保証されているんですね。 IS 曲線上では常に投資と貯蓄がイコールなんです。そして LM 曲線上では常に貨幣の需要と貨幣の供給が一致するんです。したがって2つのことを同時にやるということはどういうことかっていうと、この2つですよね、均衡国民所得と均衡利子率が同時に決定をするということです。こういうようなメカニズムになるわけです。いいですね、均衡の国民所得というのは横軸、均衡の利子率というのは縦軸、
このように縦と横で同時にアスタリスクが出てくるというこういう運びになっています。それでは、まず IS 曲線に関してこれから導出をしていきます。IS 曲線です。で、IS 曲線に関して、だんだんですね、多分試験の問題が、複雑な問題も出てくるようになってきています。今ですね。で、いろんな実は出し方というのがあるんですが、一番、無難なものを取り上げていきます。IS 曲線というのは在市場の均衡を表しています。ですから常にこの45度分析と隣り合わせというか同じことをお話をすることになっていきます。IS 曲線です。で、IS 曲線はですねこういうふうに、考えてください。在市場が、常に均衡しています。ただし、在市場が常に均衡しているからだけれども、一つだけ、異なる部分があるんですね。それが、131ページ、投資関数の変更なんです。で、IS 曲線を出すときに、在市場では、まあ、有効需要の原理に従って、消費の大きさ、投資の大きさ、政府支出の大きさ、これらのものがいわゆるですね、まあ政府がないとすると C と I という形で、それらの大きさが決定しますよね。で、その中で投資関数を変更しなければならないんですよ。ここを変更します。で、なぜ変更の必要があるのかっていうと、ここを見てみると分かるように、投資というものに関して言うと、在市場だけだったら独立投資だったんですよね。要するに、そのまま国民所得には影響を与えない、影響を及ぼさないような単なる今年度はこれくらいの大きさですよっていう投資の大きさだったんですよ。ただし今度は ISLM では貨幣市場が加わることによって、今度は利子率に依存する投資というものを取り扱うことになります。つまり投資関数を変更します。こんな形です。まあ簡単でいいですから、投資関数というものは利子率の減少関数として出てきます。縦軸が利子率、横軸が投資、インベストメントの I です。投資というものに関して言えば利子率に依存するんですね。で、利子率が下がれば下がるほど、投資は拡大します。ですから、投資関数がこんな感じです。このように書いておきますね。投資は利子率に依存する関数ですよというこういう意味です。この関数表示はですね、投資は、利子率 R に依存する関数ですよということなんですね。ですから、利子率に依存する形になっています。利子率が下がればお金が借りやすくなります。利子率が下がれば、まあ、投資をするための、お金が借りやすくなってくる。で、あくまで一番マクロの一番最初の事業でやったように、マクロの投資というのは銀行からの借り入れというものが大前提なんですね。だから、投資の大きさを決定するのは利子率なんです。基本的にはケインズの考え方の中ではですね。だから利子率が下がれば投資は拡大する。いいですね。これは、銀行からの融資が増えるからです。単純に。だから融資が増えるということをマクロ経済学の中では投資が増えるというそういう意味に変えているんですね。それでは、これから IS 曲線を導出していきます。IS 曲線というのはですねこんな形です。IS 曲線というのは
あくまで I と S がイコールなんですね。投資と貯蓄がイコールであるとき、これは、国民所得の均衡式の時にお話ししたように、この言っている意味というのは、国民所得が決定をする、要するに均衡するときっていうのは、消費された分のお金っていうのは別にそれはもうその分だけ国民所得が大きくなりますよね。だけど、金融機関に投資されている部分のお金っていうのは、それからまたさらに大きくなる原動力があるんですよ。投資のお金だけ、貯蓄のお金だけ。で、だけど、金融機関に眠っている貯蓄されたお金が全部投資として吐き出されたとき、それ以上経済って大きくなりませんよね。つまり投資と貯蓄がイコールの時に国民所得というものが決定をされるということです。それではじゃあ IS 曲線を出すときには投資と貯蓄の2つだけ用意すればいいわけです。まず、2つのグラフを用意しますね。ちょっと小さくてすみませんね。まず貯蓄関数です。投資関数から書きましょうか。投資関数ここにも書いてあるんですけども、投資関数というものは利子率と、投資です。利子率と投資で減少関数ですね。こんな感じで、利子率が下がれば投資が増える。次に貯蓄関数です。貯蓄関数は縦軸が貯蓄です。横軸は国民所得です。これ、マクロのですね、一番最初の事業を確認してほしいんですが、国民所得が増えれば増えるほど、ここマイナス基礎消費です。で、増加関数ですね。貯蓄関数というのはつまり、貯蓄関数というのは国民所得の増加関数です。そして、投資関数というのは利子率の減少関数です。こんな感じですね。つまり国民所得が上がれば上がるほど貯蓄は増える。消費関数のところを確認してください。そして、今やった、投資関数は、このように利子率の関数ですね。そして、皆さん方は4象限のグラフを、ここで用意をしていきます。4象限法です。で、4象限法のですね、意味もあるんですね。後ほど言いますけれども、まずですね、第一象限の中に IS 曲線というものをこれから導出をしていきます。で、第一象限の中に IS 曲線というのは、利子率と国民所得が決定します。で、縦のラインで利子率が決定するんですよね。貨幣市場は、貨幣市場は縦のラインで利子率が決定する。 R 利子率は R が決定して、財市場では横のラインで国民所得が決定する。2つを同時に決定するためには、このように利子率と国民所得というものをこのように並べます。そしてこれらのものを決定決定するためには、財市場つまり IS 曲線、投資と貯蓄がイコールになればいいわけです。したがってまず利子率に依存するのは投資です。いいですね。ここに投資関数を貼り付けます。こうです。投資関数というものを貼り付ける。で、投資関数を逆さまにしてここに貼り付けます。ペタッとですね。投資関数です。次に貯蓄関数です。貯蓄関数をひっくり返してここに貼り付けます。貯蓄関数ですね。ここが、ここ真っ逆さまにしてますから、ここが、マイナス基礎消費なんですね。で、ここから貯蓄関数を、あの貯蓄関数をひっくり返してここに貼り付けます。この作業ですね。で、その次です。次に45度分析、すみません、投資と貯蓄がイコールになるわけですから、
投資と貯蓄がイコールになるということで、ここに45度線ですね。これは常に投資と貯蓄がイコールであるという意味です。つまり、投資関数と貯蓄関数をこのように用意をして、それが常に、このように45度線というように、均衡している、一致しているというような、状況です。ですからこの3つが用意されれば、国民所得の大きさというものが、IS 曲線というものが決定されるわけです。で、どこの大きさでもいいです。どっからスタートしてもいいですから、点を追っていってください。で、四角形になるように、このように用意をしていきます。四角形になるように、点を持ってきます。で、この点の意味です。この点の意味は何かっていうと、この点上では必ず投資と貯蓄がイコールになっているような利子率と国民所得が決定しているんですよ。いいですね。このように。で、次です。どっからでもいいですから、持ってきます。点はですね。どこからでもいいですから持ってきてください。2点ですね。これもやっぱり常にこの点は投資と貯蓄がイコールなんですよね。投資と貯蓄がイコールになっている。ですから、財市場が均衡しているわけです。で、2点で結構ですので、2点でも3点でも4点でも何点でもいいですから、常にこの点上では、財市場というものが均衡している。132ページ、133ページのところですね。それを結んでください。これが IS 曲線です。IS 曲線が、このようにですね、決定をするということが、言えているわけです。IS 曲線上では、常にですね、このように、財市場というものが均衡し、財市場が均衡しているという意味になります。134ページに行きます。これを改良します。この改良ですね。例えば、グラフ上で今やっているのは政府活動がない状況のグラフなんですよね、これは。で、政府活動がない状況ですので、結局、どのような要因で、IS 曲線がシフトをするのかっていうふうに考えれば、投資か貯蓄が変更された場合に IS 曲線というのはシフトをします。例えば、投資が拡大をする。で、投資が例えばですね、この線グラフ上に書くと、投資が拡大をするというのは、これ右シフトですよね。これ線上で言うと左に動いてますけども、これひっくり返してるわけですから、これ右に動いてるんですよ。で、右に動くというのは、投資が拡大しているような状況です。で、例えばこの場合だと投資の拡大です。投資が拡大した場合、IS 曲線が、どのように動くのかというのを確認していきます。投資が大きくなれば右に動きます。このようにですね。そしてまた新たに点を追っていってください。どっからでもいいですから点を追っていきます。1点目、2点目、IS 曲線がこのように右に動きます。 IS 曲線は IS から IS' へとシフトをするんですね。
で、IS 曲線というのは基本的にはですね、IS 曲線単独で動いたりはしないんですよ。あくまで投資が動く。で、ここからまた4、またですね、四角形になるようにどっからでもいいですから点を折っていって、2点出して IS 曲線をこうやって出すんですね。で、IS 曲線で、このように、まあ、結んでください。で、これは投資が拡大したから IS 曲線が右に動いているんですよ。こういうように言える。または、貯蓄が変更されると何らかの形でまた IS 曲線がシフトをするっていうのは分かりますよね。第4象限です。で、ここで政府活動を入れていきます。で、政府活動を入れていくやり方なんですね。で、134ページのところでこんな形で入れてください。4象限のグラフをまず用意をします。で、4象限のグラフの中で、実はですね、大きく、2つの考え方というのがあるんですね。で、今言っているのがここが投資を書いています。こちらが、貯蓄という関数をこのように書いています。で、2つのですね意味というのは、ちょっとこっち消しますね。まず第2象限です。こちらのですね第2象限に関しては、国民所得を、注入する要因がここに集められることになります。つまり需要なんですよね。第二象限に書かれるものっていうのは需要が書かれます。ですね、例えば投資とか政府支出とか輸出とかですね、そういった注入要因です。で、あ、消費はないぞっていうふうに思いますから、消費はご破産してます。ですね、漏出要因と、ただ消費は基本的には書いてはいません。そして第四象限です。こちらの方に書かれるものというのは国民所得の漏出要因が書かれることになります。主に供給なんですね。こちら側に書かれるのが、国民所得の漏出要因が通常書かれるということになります。したがって政府活動を入れようとした場合に、どのような形で変更されるかっていうとですね、こんな形です。縦軸が利子率、横軸が、国民所得 Y です。そして、まずこちら側ですね、投資と政府支出が書かれます。いいですね。どちらもこれは国民所得の注入要因です。そして、漏出要因としては国民所得を減少させる要因ですから、貯蓄と税金です。いいですね。この2つ、増税は国民所得を減少させます。ですから、貯蓄と税金という2つがですね、ここに入ってきます。で、グラフ上ではこれ投資関数ですよね。で、投資関数の中に政府支出を入れた場合に、これはまあそのままの貯蓄関数のまま同じだと思ってください。45度線です。で、ここの政府支出の入り方です。政府支出というのはこれは利子率には依存しないんですよ。だから利子率には依存しないので、例えばですね、今現在、この3点から IS 曲線をちょっと出しておきましょうか。3点から IS 曲線を出しておくと、まず1点目、
2点目、まずこれがですね、まあ、IS 曲線として出しておきます。で、政府活動が、入った場合に、で政府活動というですね、要するに政府の政府支出、デルタ G というのは、これは利子率には依存しないんですね。投資は利子率に依存するけど政府支出は依存しないので、デルタ G が政府支出が拡大するとそのまま平行に横に動くだけなんです。こうやってですね、そのまま横に動くだけです。これが、政府活動というものが入ってできた時のシフトの仕方なんですね。ですから、政府活動が入って政府支出が大きくなると国民所得、IS 曲線は、どのように、シフトをするのかというと、また新しいですね、この今赤で書いたこの、まあ、要するに投資プラス、政府支出に対してどこでもいいですから、また四角形を持ってきてください。四角形を作ってですね、 IS 曲線を、新たな IS 曲線を右にシフトさせるという作業になります。1点目、IS 曲線ですね。IS 曲線は IS から IS ダッシュへとこのようにですね、まあ右シフトをするということになります。IS 曲線が右にシフトをすると、まあどこでもいいですから、適当にですね、まあ2点四角形でこのように結んでですね、新たな IS 曲線をこうやって導出していただけたら結構です。IS 曲線というのは、このようにですね、政府支出、有効需要であるですね、例えば投資が増えたり政府支出が増えたりすることによって、右にシフトをするということがわかると思います。ですね。で、まあこの IS 曲線に関してはこの部分だけで結構です。まあ右シフトというのは今消しちゃいましたけれども、投資が増える政府支出が増える。というのだけですね。あと輸出が増えるとか消費が増える、これに関しても右シフトというふうに書いて結構です。いいですね。要は、有効需要の拡大に伴って IS 曲線の右シフトというものが、考えられます。136ページ、LM 曲線です。LM 曲線というのはちょっとですね、同じように4象限で導出をされるわけですが、このですね LM 曲線というのは少しこの4象限の中でも分かりづらいところの一つです。LM 曲線の導出です。テキストでは136ページです。今度は貨幣市場の均衡を表す、グラフなんですね。で、貨幣市場の均衡というもので、用意するのは2つです。L1 と L2 というですね、2つのものです。ですから、この2つだけを用意をしていれば OK ということなんですね。貨幣の需要です。そして、貨幣の供給、それぞれをグラフをさせてですね、例えば、どうが難しいのかというとですね、IS 曲線の導出に関してはただ単に、投資と貯蓄がイコールになれば良いと、45度線なんですね。ただし今度はこうなんです。貨幣の需要というのはL1 と L2 という2本のグラフなんですね。2本あるんですよ、需要サイドに。で、需要サイドが2本、供給サイドが1本なんですね。 P 分の M というような1本なんです。ですから4象限法で導出をするときに
どこに記入するかというと1箇所2箇所3箇所っていう感じで3箇所書いてそれが同時に満たされているという状況までも、その3つの箇所で説明をしなければならないんですね。だから、45度線を書いている暇がないんですよ。45度線を書いてしまうと4象限法では足りなくなっちゃうんですよね。ですから実はですね、L1 と L2 を書いてここで MS いわゆる貨幣の供給を書いて貨幣の供給が常にこの貨幣の需要と一致しているようなグラフに変更しなければならないんですよ。ここで要は、45度線を書いているスペースがないのでさっきこれはですねまっすぐな線で書いたんですよ。ただしこのまっすぐな線で書いた貨幣の供給というものをこれを変更します。グラフの形状ですね、という部分が一つのミソになってきます。ですね、まあ次回この LM 曲線の導出と次回はIS 曲線をかなりですね詳しくやることが多分精一杯ではないかなというふうに思っています。結構ですね回は結構ですね足りないっていうわけじゃないんですけど、まあ結構スピードを上げているいますんで、皆さん方復習をですね、頑張ってやっていってください。はい、それでは、第8回目の方、これで終了いたします。どうも。